こんにちは、ラクダ不動産の鈴木です。今回はこんなご質問にお答えしようと思います。こちらです。不動産会社への仲介手数料はいつまでにいくら支払えばいいですか？結論ですね、売買契約締結日から引き渡し完了日までの間に支払うことが一般的です。不動産会社の規定によって異なりますが、引き渡し時に一括払い、もしくは契約時に半金、引き渡し時に半金支払うことが一般的です。また売買価格400万以上の不動産を売買する場合の仲介手数料の額ですが、売買価格 ×3% 足す6万円 ×消費税になります。また契約時に仲介手数料を支払った後、契約が白紙解約となった場合には支払った仲介手数料が戻ってくるケースもございます。大きなお金が動く不動産売買をする前に各諸費用を把握したい、失敗しないためにはどのような心構えでいるべきかを知りたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ概要欄のリンクからお問い合わせいただけたらと思います。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。